ビマナ聖典ジャザリー編、操縦室の動力系統を連動させる。今この地下1階部分、地下1階なのかな、下から見て一番下とその中層のところが終わった。なので上層に向かう。入れんの、あ、そういうことか。この一番下が下層なのかな。ここが終わって、で中層が終わって、で上層に今から戻るところ。ここもまた解くのかな。急ごう。同じような感じで、でこれ一旦抜いて、さっき中層と同じような感じでいけるのであれば、まあ一旦抜いて、必要なとこに入れてみたいなのの繰り返しになるかなと思うんだけど、あそこなんか、これなんか、ここにはめれそうだね。あ、違う、これ関係ないんか。これ今抜いたとこだっけ？あれ？こっちは何もないのね。いや、多分今こっちから最初抜いたよね。2つしかないのか。で、こっちに入れてみようか。あ、なんかあるな。研究ノートの1ページ、作者が慌ててそれを破ってここに隠したようだ。部品をたくさん回収した。これらは巨大な機械の予備部品のように見える。もしその動作、原理と製造法を研究できれば。部品を何度もいじっていたせいで本来の仕事に遅れるところだった。これら精密な機械パーツは独特な形式で神々の支配下にある人間の手によるものとは異なる。分解をしてそれらのサイズを一つずつ記録しよう。だからその前に秘密を他の隊員に知られてはならない。内密にやってたのか。で、この辺は特には何もないかな。あ、こっちなんか行けそう。あれ？あ、いや。こっか。これだな。あの、向こうの奥なんかあったんかな？宝箱？やった。豪華なやつ。宝箱いいね。あと、宝箱だけか。ここは。あ、ちょっと待って、向こうの奥があったんか。もしかしたら向こう側の奥があって、そこにエネルギーがあったんかもしれんな。奥までちゃんと見てないかも。あるね。あるね。そういうことね。了解。了解。そういうことね。イングヒルダ、ユイヤの少女、フィッシュルフィッシュルのことかな。漆黒の獣たちとの戦いで行方不明になり、彼女のと貴族の指輪印章しか見つからなかった。騎士としての葬儀が執り行われ埋葬した、よくわからん。ここは特には何もないかな。こっちにじゃけ多分エネルギーがあるんでしょう。あった。じゃあここも行けそうだね。何もないかな。 OK。 じゃあここにエネルギー1個入れて、向こう側に1個エネルギー入れればこの中に入れるようになるってことか。急ごう。はい。お、コックピット的な、いいね。デザインがいいね。
と斜めってるから気持ち悪くなりそうな。常に斜めってるからちょっと気持ち悪くなるよね。平行感覚が。どうしちゃうの？起動するんだ。このデジタルなんですか？おお。攻撃？攻撃していいの？攻撃していいのか？なんかどっか攻撃しないといけんとこあんのかな。急ぐなってできない。攻撃していいの？おお、動いとる。あ、攻撃ってそういうこと？なんかビームかなんか出るんかと思った。チョップ？まさかの。チョップということなの？なんか上から目線だな、こいつ。気に入らねえな。ディフォ編。ディフォ編始まったか。闇雲に動いてなんとか地下遺跡の入り口を開けた。ディフ、旧、靴のコアが見つかれば、森の病の真相もはっきりするだろう。法は制約であり、離れて。あ、でもパイモンなんか喋っとった。忘れたらもう一回教えてやらなくもない。離れるはここで歩いていった方がいいのかな。これどう離れるんだ。これがどこなんかによるよね。こっから行っていいかな。めんどくさくなるかな。221m。あっちの中なのかな。ちょっとこっちから行こうか。お、ランダムクエスト。ランダムクエスト。さあ、天道万象、岩山八九、
この剣はわかるかい？はい。はっ。ブーン。いや、くらえ。こいつも倒そう。ぶつかったところを調べる。暗黒天理チョーク。信頼感度。はびこれ。股間奥義。下がれ。あ、そこだ。短所鉄拳。ほれ。トン。あは。急ごう。ちょっと行ってみようか。あの中っぽいね。この中か。こんな感じだったっけ？あ、ぶつかったところってさっきチョップしたところか。危な。この中に入ると、あれ、ワープポイントあるの？あれ、こんなとこにあったっけ？絶対なかったよね、こんなの。発生しとるよね。あらかじめなかったよね、多分。この辺、多分。だって、さっきここが、こんなとこあったっけって言ったときに、あれば多分気づいてるもんね。ちょっとここで、切り替えちゃおっかな。ワープポイントありましたよと。デーバン高山、こんなところにね。